ミールザー・ナジャフ・ハーン、ミールザー・ナジャフ・ハーンは、北、インド、ムガル帝国の政治家、武将、軍総司令官でもある。サファビー朝の王族に生まれた、彼は、人生の大半を、ムガル帝国の復興に尽力し、ムガル帝国最後の英雄と呼ばれた。ミールザー・ナジャフ・ハーンは、ムガル帝国の最も偉大な軍人の一人だった。ミールザーナジャフ・ハーンは、サファビー朝王家の一族であったが、 1736年にナーディルシャーがサファビー朝を廃止やフシャールアサを樹立すると当時13歳だった彼は姉と共にイランから北インドに亡命した。ミールザーナジャフハーンはムガル帝国に仕える人物となり1772年までの約30年間同じ依頼系のシーア派であった最初サフダル・ジャングとヨシミを図るなどの手段で政界に進出した。 ミールザー・ナジャフ・ハーンの姉は、アワード大主の一族と結婚した。また、1765年10月、皇帝シャン・アーラム2世に従って、ブックサールの戦いに参加し、その先陣を切った。戦いの敗色が濃厚となると、皇帝の下で軍を立て直し、イギリスとの間で、停戦交渉を行った。1772年、シャン・アーラム2世がデリーに帰還すると、 ミールザー・ナジャフ・ハーンは、帝国の権威確立に努めた。有能な政治家であり、軍人だった、彼は、最新の軍事技術に遅れ、劣らないようにするため、外国の技術者や士官を雇い、弱体化していたムガル帝国の再建しようとした。彼は、銃や火砲など、武器の近代化を図り、不評、騎兵など8万5千人から9万人からなる、ムガル帝国軍を再建に成功し、 帝国軍の強化に努めた。こうして、1772年からミエルザー、ナジャフ・ハーンが死ぬまでの10年間を通して、パンジャーブの宿ク京都から領土を奪い、アーグラ付近に勢力を張っていた、ジャート族のバラトプル王国を破り、アフガン系ローヒラー族に対しても攻撃する、断固とした態度をとった。なお、1779年の宿ク京都とローヒラー族連合軍との戦いでは、 ミールザーナジャフ・ハーンは、敵兵五千を殺害するなど、決定的な勝利を収めている。帝国の周辺諸国はその権威を認め、遠く離れた国境を接さない南インドの君主たち、マイソール王国のハイダル・アリー及び、カルナー・タカ大主ムハンマド・アリー・ハーンも、死者を宮廷に送り、皇帝シャー・アーラム2世と、たびたび書簡を交換していた。ミールザーナジャフ・ハンそして、 1782年4月26日に、ミールザー・ナジャフ・ハーンは死亡した。その死までに、ムガル帝国の権威は、パンジャーブのサトレジ川から、アーグラの南の密林に至る地域、ガンジス川から、ラージャスターンのジャイプル王国に至るまでのまで回復を果たしていた。その死後、ミールザー・ナジャフ・ハーンは、サフダルジャングと信仰があったことから、デリーのサフダルジャングの近くのミールザー ナジャフ・ハーン病に埋葬された。また、デリー製法の町に、ミールザー・ナジャフ・ハーンの名を冠した、ナジャフ・ガルという都市がある。これは彼によって建設された町で、ナジャフの町を意味している。ミールザー・ナジャフ・ハーンの死後、その副官4人が彼の地位を引き継ごうとして争い、ムガル帝国を混乱に陥れた。その後、 同年に第一次マラーター戦争が終結したことにより、マハーダージー・シンディアもこの争いに介入し、ミールザーナジャフ・ハーンの副官4人の争いを制圧し、ムガル帝国の情勢を安定化させた。そして、シャン・アーラム2世は、マハーダージー・シンディアの功績を認め、1784年12月4日に、ムガル帝国の摂政と、軍総司令官に命じ、 マハーダージーシンディアは事実上北インドの支配者となった。ありがとうございます。